市スミス島は伊豆諸島の無人島。行政区画は東京都直轄。欧米はスミスアイランド。伊豆諸島の南部、八丈島からは南に約180キロメートル、青ヶ島からは南に約110キロメートルの太平洋上に位置する。ベヨネーズ列岩と鳥島の中間にあたる。周辺には本島のほか、東小島や北小島、さらに数個の岩礁がある。 本島は南北に長いと岩である。島の北側には直径1 0キロメートルの海中カルデラがあり、スミス島はカルデラの南側の高まりの頂部である。このカルデラの形成は少なくとも約2万年前より古いと考えられている。スミス島の北北東約7キロメートルの外輪山上には、 白根と呼ばれる水深7.7メートルの浅瀬があり、あとカルデラ火山の一つとされている。カルデラの下にあるマグマが岩板を押し上げる、形の海底地震がたびたび起き、津波を発生させる。スミス島は日本の領海外縁に位置し、東小島は日本の排他的経済水域の外縁を根拠づける離島となっている。東京都に属してはいるが、 2020年1月1日時点で、所属市町村未定のため本席を置くことはできず、都の直轄として、都の行政で先機関である、東京都八丈市長が管轄している。航路上の重要な地点でもある。付近を、尾が、沢良丸が通るが、往復とも深夜に通過するため、デッキから島を確認することはできない。1990年代初頭に、部分的な崩壊があり、 島の形状がかなり変化した。周辺は工業場のため、時折、釣り人が島に上陸する。2014年には、本島の沖、北西9キロメートルの海域で、中国のサンゴ密漁船が押し寄せる事件が発生した。漁船が座礁することもある。1853年3月26日、イギリス帝国の軍艦サラワルソン号が発見。 その直後英国軍艦ヘイバー号が確認し報告。透明はその艦長に由来する。ありがとうございます。